はい、ご視聴ありがとうございます。マシューです。ウィニングイレブン2017 M リーグ、本日は第7章そして第7節のですね、報告をしたいと思います。私たちですね、ニューカッスルが今1位を、言ってたわけですが、これに関して、今ラスカルさん、ホームで、うちのニューカッスルを迎えることになります。パラナエンスですね、試合の方をご覧ください。はい、試合の方はですね、パラナエンセの、うちがセントジェームスパーク、うちがホームですね、ごめんなさい、ニューカッスルがホームでパラナエンセを迎えます。キャプテンロナウドに対して、メッシですね、また2度目の対決になります。最後前回はね、オウンゴールで、うちのチームギリギリ勝てたんで、いや非常に厳しい試合になるというふうに予測しておりますが、さあどうなるのか。今回、うちのメンバーの方、これからちょっと発表になりますけども、はい、ブッフォン、フェルトンゲン、ジェラール・ピケ、カルバハル、アラバ、マティッチ、トニークロース、モドリッチ、ネイマールを真ん中に置いてます。でロナウドとベンゼマという形ですね。はい、パラナエンセがシュテーゲン、ペペ、ジェロム・ボアテング、ビッチョク、ハビエ、クエントロン、それとビダル、コウチーノ、メッシ、グリーズマン、ロイス、ティエール・オーバメヤングとなっています。うちは今回ベンゼマとピケが絶好調だったんでね、そこを利用するような形で、考えてました。はい、キックオフです。さあトップでベンゼマとロナウドって感じなのでね、こんな感じでベンゼマがうまく抜けてくれるんで、ああこれもね、しょうがないですね、後ろから2人に抑えられちゃってますね。ジェローム・ボアテング、ファビオ・コエントラウ、It's a long forward pass。ちょっとインターセプトになっちゃったんですよね。ロイス、オッケーオッケーオッケー。モドリッチ tries to get it forward quickly。The ball's come loose and the chase is on。ちょっと連携がもったいないですね。Comes forwards。Now the pass。Oh, he's in。まあもうオバメヤンの怖いパターンですねあれね。ああ危ない危ない危ない。怖い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 。怖いな。わあグラウンダーの。あぶねえ。今の決まってもおかしくないですよね、本当ね。ちょっとブッフォン、グラウンダーのパス出しちゃいましたね。うわー。綺麗に通りゃ、それ気持ちいいパスなんですけど、危ない、あったな。で、うちのチームはかなり押されてるんで。モドリッチ、and he's there to cut it out。わあ、惜しい。フィリップ・コティーニョ、縦にね、ちょっと素早くパスとか、あ、これ怖い。Looks to slip it through。ナイスね。うわ、ピケどこやってんだ。いや、今のピケは違うだろうって感じですね。ああ、危ねえ危ねえ。ちょっとね、やっぱカルバハルが上がってるところを疲れてますよね。あ、ナイスパス。あ、惜しい。ネイマールが後ろに、ね、いたんで。ロイス、showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out。惜しい、ナイストニクロ。ビダル、フィリップ・コティーニョ、ちょっと早かったかな。tries a long pass towards the front。ナイス。ああ。浮かしてよかったんじゃないかろうな、というものは。おお、ラッキー。もうね、今回もし負ければね、首位陥落の試合になると思うので、かなり、そういう意味での気は張ってたんですよね。メッシー、怖い怖い怖い、メッシーが怖い。ゴールポストできましたね。角度がね、ちょっと深かったんで。
助かりましたね。Looks like a good ball through. Jerome Boateng does well to read it and intercepts. Vidal, Messi, long and forward. いいパス取っちゃうな。Spotted the run and played him through. ああ、怖い怖い怖い。これピケをオーバーミアンにつけたらよかったっすね。ぴったり。Modric.分析が足らなかったよ、ね。Royce、Let down by a lack of accuracy. Nice. Cristiano Ronaldo, the ball through. さあ行ったベンゼマ。Cristiano Ronaldo。ロナウドがいる。うん。うわあ、トラップミス。お、ナイス。お、お、お。ああ、これは絶好だったな。いやだね。左サイドに1回流すのは得意なパターンなんですかね、ラスカルさんの。うおーと、いやー怖いな今の。ワンパスってのはちょっとね、うーステップステイ、危ねえ。Keeps everyone guessing. Played into the middle. Neymar can hoist it clear. Ooh. 中盤でね、ボールを持たしすぎてますよね。And Atletico Paranaense take the lead.Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, I think two keepers would have had a hard time keeping that one out. Never mind. AI に任せたんですよね、これね。その上を行ったってことですかね。Atletico Paranaense. やっぱりそのさっきからずっとその縦パス一戦に怖かったですけど、やられちゃいましたね。今のなんかベンゼマじゃなくて一回アラバに送っちゃってね、クロスで。いいんですかね、縦に行っちゃったな。スプーンフォーワード。Now the pass. Now it's Royce. ああ、怖い。Oh, it's opened up nicely for him. A wonderful effort, all by himself. 逆足ですからね。Oh, that was a great run right through the center as well. He did ever so well to retain possession too. As for the shot, wasn't the worst, but.いやー怖かった。And it's Benzema. Modric. Shade too heavy. あー惜しい。Could pick that up. Philippe Coutinho. あれなんかもね、ふわっと浮かしたロブのパスで。こういうグラウンダーじゃダメだよな。ロブのパスであればロナウドならヘッドでいけんじゃないですか、ね、今更ですけど、ちょっとグラウンダーのパスを多用しすぎてる気がするんですよね。さあ後半戦ですけども、あこのままじゃね、まだ負けてしまいますからね。やっぱグラウンダーのスーパースローも2番手がいたからね。あいやこれ今ね危なかった。これサイドね、いたロイスかな、あれに入れられたら危なかったですね。エルトンガン、ちょっとね苦し紛れのロブになっちゃってますよね。トニー・クロース、よし、よし、よし、あっ、いける、さあ、いった、ロナウド、ロナウド、よし、た、いや、今のも完璧なパターンですもんね、ロナウドの。
そうですね、だからパラナンセ側の方が攻めを結構後ろから前に上げてきている状況かを見てね、ワンタッチで簡単でね、これラッキーでしたね。これ誰だろう、ジェロンバーデンかな、違うよな、あれセンターバック3番ですね、背番号3のあれが飛び出してきてくれたのがもう勝ちでしたね、あそこでね。あ、バーテンじゃない、3番誰だ、ラッキーでしたね、これは、うん、見逃さなかったロナウドがさすがというところですけど、さあなんとか同点に追いつきました。さあでもね、本当ねラスカーさんとしては緊張感がすごいですよね。一発ボンという、こうパス入れてくるんで、よしナイス。とりあえずメッシを殺せてるのは何とか。危ねえ。ふーって感じですね。もう本当にちょっとパスをちょちょんとやられたところで、アラバ、そうだね、少しこれはちょっと必要ですね。ワンタッチでポンポコポンポコやっちゃったんで、うん、でいやムービングでカルバハルじゃ上がったな今のな、うん、な怖い、カルバハル上がってるところで右サイド空いてるのは怖い、思った通りだ。あー危ねー今ね、カルバハル使っちゃうとこうなるんでね、使うなら使わないの勝負を考えないと。さあイブラ投入しました、絶好調だったんですけどね、ベンゼマちょっと疲れちゃいましたね、切り返すよな、ナイス読んだ、ナイスピケ、今のは読みましたけどね。さあ勝負、イブラとか、うん、スピード勝負じゃイブラね、左右に散らすパスうまいな、メッシ、うん、さあミュラーも投入しました、ロナウドがね。Now here's the through ball. Got a corner here. これは、うん、空中戦はね、勝機あるんで。さあネイマールもボールぶつかったんで、イシーニにチェンジです。スパサブ2人を使っての勝負になる、うん、空中戦は本当ちょっとスルーパスだけですよね、勝負は。さあ上がってるサイド、うん、さあカルバハルからイブラ、なんでこれカルバハル下がったかな、絶好だったんですけどね、カルバハルのあの動きはちょっといい不明ですね、これはやばい雰囲気だけど、おーナイスカット、あいやワンタッチだろ今のは、典型的な相手のディフェンダーが直線に来るときにはチャンスだな。おお行った、サイドイブラ、イブラ打つな、いやー今の、いやミラーに1回落とせば確実性があったのに、これねイブラからワンタッチでミュラーに落としていければ勝機はありましたね、うん、ロジったな。さあ空中戦です、縦は早すぎた、おーナイスクロス、ミュラー、あー惜しい、これは惜しかったですねミュラー、これでいいんですよねミュラーとイブラの、うん、本当にちょっと悪くない攻め方だと思いますよ。
タイミング悪かったけど、よし勝負。ジェロム・ボアテング、うめえ。いいポジショニングしますね、ボアテング。ナイス、後ろ。うお、うまい。我ながら今のパスは良かった。おー、ナイス。石に行って。あー、惜しい。トニクロ、惜しいな、今の。ナイスカット。かなり押してますよね。うん。うん。あ、やべ、深く入った今。あー、危ない、やばいやばいやばい、あぶねー、今のやばい。ナイス。いや、危なかった。はー、さあさあ、残り時間5分しかないですからね。まあ、やっぱなんとか勝ちたいですけど、どうでしょう。トニー・クロース、あー、奪われた。グリーズマン、あっと、これやばい、ワンタッチで、あ、ロイス来た。いや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 、いや怖いよ、あのワンタッチのパスは。まあね、もう、あー、カルバハル持ってかれた。あれは読まなきゃいけなかったですね。もうすぐにカーソルチェンジやんないと間に合わないスピードでしたね。さあ、やばい。あー、これ、これ、これもやばい。怖い怖い怖い。Well, the last moments now, Peter, are going to be very frantic. There's still time for a twist or two yet. いやー、もうあと1分しかないですもんね。厳しいな。うん。ああ、うまい。よくいい判断だったんですね。さあ、まだチャンスある。ロスタイム。ナイス、イブラ。ああ。おお、チャンス。ああ。まだ、まだあるか。チャンスはまだあるか。いけるか。あ、いやー、負けちゃいましたね。いやー、やっぱりちょっとね、ラスカルさん、本当にこの一瞬のこの判断で、ま、本当怖い方なんでね。空中戦だったらなんとか防げるんですけど、やっぱり、あー、足元を振る、まあ、やっぱり苦手だな。いや、これワンタッチで、あー、これ今回の2失点両方ともこんな感じですよね。苦手なパターンがあるというような気がするな。これね、これさっき あのラスカさんのロイスとも同じですよね。このワンタッチで抜けるところが、いやー、くそー、悔しいな、負けたの。次に連勝もストップですからね。これね、イブラね、ミュラーに落としても面白かったぞ。これね、これロイス、これカルバハルね、これね、難しいだろうな、でもカーソルチェンジすんの。あー、完璧に伏線でやられましたね。うわー、いやー、残念でした。いやー、さすがラスカルさん、強かったです。きっちり借りを返されたって感じですかね。はい、こんな感じで、私の方が1対2で負けました。この試合と相まって花火さんの方だったかな、試合を行ったのが、なってます。現状こんな感じですね。それに伴って、ランキングですけども、あ、ラスカルさんはなかったのか、花火さんはなかったんですね。の試合、フィオレンティーナと合わせなかったかな、ごめんなさい、ちょっと忘れちゃいました。現状こんな感じです。
まだなんとかね1位を、キープしている状態ですけど、ラスカルさんが上がってきましたね、4ですね、勝ち点差で、ロナウドが決めたので、それに対して、あ、そうですね、レジさんとマッツーが勝負したんだね。2対2の引き分けだったかな。で今パラナイスですね、こんな状況下で点を取ってアシスト取ってます。でランキングに関しては今現在、ランキングルイス・スアレスが上がってきましたね今ね、今4人で、なってる状態ですね。はい、まあちょっと本当ショックがでかいですねはい、次また第8節でお会いしたいと思います。次回なんとか負けられないですが、花火さんなんですね。はい、頑張りたいと思います。ほらねー。